皆さんこんにちは。ただいま旭川駅にやってきています。今回はここからなんだかんだ数を減らしてきてしまった JR 北海道のキハ40に乗って旅していこうと思います。ローカル線を走るイメージが強いキハ40ですが、今回はこの旭川から宗谷線や石北線などのローカル線に入るのではなく、複線電化の高規格な函館本線に乗っていこうと思います。今車両の名板を映しましたが、昭和55年新潟に作られた車両ということで、すでに43歳のおじいちゃんということになります。というわけで列車は旭川駅を発車します。旭川からは毎日24本の特急が札幌方面へ発車していきますが、一方で普通列車はなんと1日9本しかないので、このキハ40の普通列車の旅もかなり貴重なものだと思います。車内はいつものような4列シートではなく、こちらは3列シートになっています。もともと函館で走っていた車両で、混雑緩和を目的にボックスシートの列が3列に変更されています。列車は最初の停車駅である近文駅あたりまでは旭川市街を駆け抜けていきます。北海道第二の都市ということで、1駅2駅進んだぐらいでは街は終わりません。一瞬でしたがキハ54とすれ違いました。あれは留萌本線から来たもので、このまま旭川まで直通していきます。少し走ってトンネルをくぐると、このような林の中に入っていきます。ここにはもともと駅があって、上下線で少し距離があるのがわかります。ここにはもともと伊能駅がありましたが、2021年3月のダイヤ改正で廃止になっています。ちょうど隙間のあるところにはもともとホームがあったんですが、今では跡形もなくなってしまっています。林の地帯を抜けるとまたトンネルに入り、そうするとこのような平野部に入っていきます。一面の銀世界で障害物は何もない、まさに北海道をイメージしたような景色だと思います。キハ40も特急に抜かされまいとかなり爆走していますが、意外と音は静かで聞こえてきません。というわけでアナウンスにあった通り、まもなく深川駅に到着します。アナウンスで全てのドアが開きますと言われると、北海道を旅していると、あ、なんとなく大きい駅に着くんだなという実感が湧きます。景色にもだんだん家が増えてきて、車窓からもアナウンスからも大きい街に着くんだなということが感じられます。もしかしたら気づいている人もいるかもしれませんが、線路の本数の割に随分と架線柱が大きく作られていることがわかります。実は昔はこの辺りに側線がたくさんあり、たくさんの線路が敷かれていました。もともと深川は函館本線と留萌本線だけでなく、新名線という名寄方面の鉄道も分岐する鉄道の要衝でしたが、残念ながら今では2路線のみが伸びる寂しい駅となってしまっています。さらに留萌本線も数年後の廃止が決まっているので、やがてはただの途中駅になってしまうでしょう。しかしこのような河川柱がもともと栄えていたことを表してくれています。留萌本線の車両が見えました。この時はまだ留萌まで鉄道がつながっていましたが、現在では石狩沼田までしかつながっていません。さらに数年後にはそれもすらもなくなってしまいます。というわけで深川駅を発車します。廃止前ということで乗り納めの需要がとても大きいのか、鉄道ファンがどんどん跨線橋から出てきます。次は木線市です。運賃は運賃表示器でお確かめください。
ホームは結構長いですが、現在深川駅に来る列車の中で一番長いのはおそらく6両編成だと思います。今隣に見えているこの灰色の建物の奥にはもともと電車台などもありました。40年前この車両がちょうどデビューした時にはこの辺りはもう少し賑やかだったのだろうと思います。スーパー白鳥号ではなくライラック号にすれ違います。そしてライラック号とすれ違うとだんだん分岐していく線路が見えていきます。これが留萌本線です。今はちゃんと鉄道が走っているので雪がかかっていませんが、数年後にはここも雪まみれになって冬の間は線路があるかどうかもわからなくなってしまうと思います。今回はそこまで長く乗りませんが、北海道の普通列車は結構長いこと乗るので、このように飽きてしまったらデッキなどに行って時間を潰すのもいいと思います。運転席などを間近で見ることができるのでとても楽しいです。列車はモセウシ駅に到着します。妹に背中に牛と書いてモセウシと読むなかなか面白い駅ですが、妹の背中に牛がいたなんていうとんでもない由来があってこの名前が付けられたわけではなく、アイヌ語の発音からこのような字が当てられています。便所と武骨にデザインされたトイレも国鉄車ならではのものでとても趣があります。モセウシは特急も止まらない小さな駅ですが、駅に近づけば建物は少し増えていきます。左側の座席に移動して車窓を楽しみます。かなり家が増えてきて大きな街に入ってきたなと思うと思います。まもなく列車は終点の滝川駅に到着します。ご乗車お疲れ様でした。まもなく終着滝川です。滝川では全てのドアが開きます。根室本線と合流して終点の滝川駅に到着します。廃墟となってしまった駅前のスマイルビルを見つつ終着の滝川駅に到着します。約1時間ほどの旅でしたが、キア40を楽しむことができました。というわけで動画のご視聴ありがとうございました。今回乗った区間は約1時間ぐらいとキア40を乗るには少し短いような気もしますが、一方でキア40の魅力を存分に味わうこともできると思います。旭川から滝川までであればそこまで列車のアクセスも悪くないので、気軽にキア40に乗れるいい区間だと思います。長らくのご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価ぜひお願いします。